卵ふわふわ、エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザーです。ということで、エッグヤザーは9月の21日水曜日に日本に帰ってまいりました。イエーイ。いやね、まあ寒い島にほぼ約3ヶ月間近くいたんですけども、かなりね、あっちで生活して心が安らいだというか、ストレスもかなりね、全部捨てて帰ってくることができまして、今までね、1年ぐらいかな、 YouTube 休まずずっと1年以上やってきましたけども、寒い島にいる間は結構休んだりしてね、いろいろダラダラしましたけども、そのおかげでこれからね、パワーアップしたエッグヤザーの無敵テレビを皆さんに見せることができればと思います。ということでね、寒い島の思い出とかいろいろあるんですけども、それはまあ後日話すとして、まあ、今日はね、久しぶりに無敵テレビみんなで撮影をすることになってますので、みんなを待ってるんですけども、2時に待ち合わせたんだけど、もう、3時です。3時なんですけど、まあ、誰も来ません。どういうことなんでしょうか。ちょっと僕もびっくりしてるんですけども、なんか電車遅延してるのかな、何なんだろうな、これとか、あいつら遅いな、本当に。エクサー、すみません、遅れました。お前遅いよ、お前もう3時だ、1時間遅刻だよ。いや、なんか他のメンバーがなかなか来ないもんですから。何、他のメンバーが来ない。いや、なんか噂で聞いた話なんですけれども、エクサのことを相当よく思ってないらしくて。他のメンバー？はい。よく思ってないってどういうこと？いや、この3ヶ月間、海外にずっと遊びに行ってたじゃないですか。遊び行ってた？まあまあ、遊び行ってた。でも、撮影それなのに、日本に残された私たちに変な動画を撮らせてたりしてじゃないですか。変な動画ってなんだ？あれお前らが考えて撮ったんだろ？いや、でも結局メンバーの方はそれでいて今日になって休ん、せっかく遊んで帰ってきていきなり今日集合しようぜなんて言われて、なんかすごく虫がいいんじゃないかというふうに言ってた。どういうことそれ、何なの？てかあいつらなんで来ねえんだよ、お前だけだろ来んの。いや、ですから私は何とかして、まあまあそんなこと言わずに行きましょうよって説得してたんですよ。そう、でも結局拒否されて、それで遅くなっちゃったんです。でも俺お前らにさ、一人一つずつお土産買ってきてるよ。どうすんだお土産だって。そのお土産に関しましても、なんかエクさんが買ったものはクソクスだとか、結局そんなゴミみたいなものを持ってきてもうちの回しでだけだとか。ああ、分かった分かった、もういいよ。なんじゃあもうあいつらもうやめんの、出てきてるよ。なんかやめるらしいですよ、もう出たくないって、二度と出たくないって言ってるらしいですよ。まあ俺ももう吉本やめたしさ、はい、前みたいに先輩としてなんか来いよなんてもう言えないからさ、あいつらが嫌ならもうやめていいよ、しょうがないから。そうですね、さっきは言って、なんでじゃあお前来たんだ。ええ、お前も来んなよ。うわー、エクさんのことは俺から尊敬していますし、エクさんが分かったら今頃私は施設にいたはずですから。なんでじゃあお前、あいつら辞めるけどお前だけは辞めないで残ってくれるのか。もちろんです。本気かよ。本気です。いいのか二人でも。もちろんです、はあ、オーケストラこれからもさ頑張ってこうな。はい、これからもさ二人で頑張ってこうな。もちろんです、頑張っていきましょう。はい、みんな集合。ということで、本日は、ここまで茶番に付き合っていただきありがとうございました。寒いところから来てきたエクヤザ君だ。それからもね、バチバチやっていくよな。エクヤザ最高。言ってみろって言ったら、エッグさんは僕のことを尊敬していますか。の間違いなんですよ。やってなかった、はい、ということで、これからも寒いところから帰ってきたエッグヤザー軍団を
ろしく。よろしく。バーン。3ヶ月ぶりとは思えないな。この綺麗なことにな。